はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は皆さんが Amazon で商品を販売する際にまず必要となってくるブランド名ですね。各商品の一番最初にブランド名を入れることが Amazon の規定によっては決められているんですが、そのブランド名を決める方法について具体的に提案を出させていただきたいと思います。前編後編に分けまして、まずはブランドの名前を決めるやり方について話をさせていただき、後半ではブランドのロゴ作りの方法について話させていただきたいと思います。今回のポイントっていうのは、商標登録を見据えたオリジナルブランドのロゴ作り、これが一番大切になってくるということなんですね。早速今回の目次に進んでいきます。今回の目次ですが、まずはじめに、ショップ名イコールブランド名が基本ですよと。皆さんのショップ名とブランド名っていうのは同じものであって良いですよ、という話をさせていただきます。ということは、そもそも Amazon でそのショップ名が使えるのかっていうのを確認する必要が出てきますから、その確認の方法ここについてお伝えします。二つ目、ブランド名っていうのは造語がおすすめです。詳しくは後ほど話しますが、既存の英単語、1、2単語っていうのは、すでに商標登録が被っている、データベース上で被っているリスクっていうのがかなりあると言っても過言ではないので、全部が全部 NG ってわけではないんですが、既存の単語よりも造語をおすすめしているという話をさせていただきます。じゃあ、その商標登録を視野に入れた際に、まず商標登録データベースでの検索方法が分かっていないと、ご自身の考えたブランド名っていうのが商標登録ですでにされているかどうかっていうのが分からなくなりますし、あとは商標登録の検索結果のどこを見ればいいんだっていう話にもなりますので、商標登録データベースでの検索方法について3番でお伝えさせていただきます。さらに、商標登録のデータベース上では全く同じブランド名が出てこなかったとしても、同一ではなく類似のブランド名でも審査に落ちることがあるっていうこともありますので、それについて細かく実際の例を出して説明させていただきます。で、とにかく商標登録を視野に入れるっていう話をしたんですけれども、取り急ぎは商標登録を取るなんて先の話なので、まずはエラーコード5665の解除のみが目的のブランド名を決めれば良いという話もさせていただきます。エラーコード5665っていうのは新規出品登録を行う際にブランド名を入力するところがあるんですが、そこに皆さんが考えたブランド名を入力すると、このブランド名っていうのは本当にあなたの商材で使われているブランド名ですかっていうことを確認する意味で Amazon がファッと表示させるエラーなんですね。このエラーコード5665を解除しないと皆さんのブランド名を自由に使うことができないんですが、そのやり方についても少し話をさせていただきます。で、4番、余談なんですけれども、実はこういったものも商標登録なんですよっていう話がありますので、そちらについてプラスの知識として皆さんとシェアできればなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんが今ご覧いただいているのが実際のリアルなセラーセントラルの画面なんですが、このセラーセントラルの画面の右上、設定タブっていうところがあります。カーソル合わせていただくと出品アカウント情報っていうのが表示されるんですが、この設定をただ左クリックするだけでも出品用アカウント情報っていうところに飛びます。この出品用アカウント情報の出品者情報の欄の中にある表示名というところをクリックしてください。すると、基本的にアメリカアマゾンの場合はメキシコとカナダが勝手に連動して生成されていますので、一番下のこの amazon.com のストアの詳細の右側にある編集ボタンをクリックしていただきます。この画面でショップ名が使えるかどうかチェックすることができるんですね。具体的には、例えばソニーっていうショップ名にしたいと思ったとしますよね。で、ソニーって入れてみて、この下の URL クリックすると、はい、表示名は利用できませんっていう風に出てきます。もしこれがたまたまなんですけれども、今テスティングジャパンって適当にショップ名を入れてるんですが、テスティングジャパンと入れて、下をクリックすると利用可能っていう風に出てきますよね。このような形でですね、そのストア名が利用できるかどうか、そのショップ名っていうのが利用できるかどうかっていうのは、こちらに入力してみて、この下の URL の部分、まあ、他の部分でもいいんですけれども、バチッと、この余白の部分でもいいんですが、クリックしていただければ、すぐに確認することができます。で、利用可能なのであれば、基本的にはテスティングジャパンっていうストア名だったら、まあ、テスティングジャパンというオリジナルの URL をここに入れていただいて、そちらに関しても、この空白を左クリックすると利用可能かどうかがわかります。まあ、基本的にはブランド名と同じものっていうのを、スペースなしでこちらに入れれば、ストアのフロントリンクと呼ばれる皆さんのショップ専用の
あの、リンクのトップページっていうのもすぐに生成できます。利用可能、利用可能になっているということを確認して、送信ボタンをクリックしていただければ、これでストアの設定っていうのは OK です。ちなみに、後ほど商標登録を調べた際に、ちょっと商標登録的にこのショップ名、ブランド名はあかんなって思ったときは、このAmazon 上でショップ名を変更するっていうことは無限回できますので、いつでもこちらは変更できるものだという点はご安心いただければ幸いです。では次に2番のブランド名は造語がおすすめという話に進みます。私が皆さんにおすすめしている条件っていうのはこちらに書いてある通りです。まず既存の英単語1、2単語、例えばワールドスピリッツだとかグレイスグリーンみたいな既存の英単語1、2単語のブランド名っていうのは、イコールショップ名っていうのは、既存の商標と被っている確率っていうのが結構高かったりするんですね。まあ誰でも思いつくって言えばいいんでしょうか。なのでこういったまあ既存の英単語分かりやすいものをポンポンって並べたりだとか、一個ボンって並べたりだとかするようなブランド名っていうのは避けた方がいいかなと思います。次に特定の商材を連想させるようなものですね。例えばコスチュームランドだとか AK バックスみたいな感じで、コスチュームだとかバックだとか特定のカテゴリーの特定の商材を連想させるものっていうのは、まあ、我々新規出品する際にはいろいろなカテゴリーの商品をちょこちょこ出しますから、一部の商品に関してはこれでいいかもしれないですが、大多数の商品とブランド名っていうのがちぐはぐになってしまうんですね。コスチュームっていうブランド名なのに全然関係ない雑貨とか出してしまうと、ものすごくちぐはぐ感っていうのが否めないので、特定の商材を連想させるものは避けた方がいいと。次に3単語以上の長いブランド名も避けた方がいいです。例えばトレンドセレクションジャパンみたいなものですね。なぜこれ避けた方がいいかっていうとですね、Amazon のルールで商品の各商品の名前の一番最初にブランド名を記入してくださいっていうものがあるんですが、ブランド名だけでこれだけの文字数を使ってしまうと、商品のタイトルって80文字以内が一応推奨とはされています。実際は110文字をめどに作っていただくんですが、まあ、それでもやはりその商品のタイトルの中のブランド名が占める長さ割合っていうのが大きくなってしまって、肝心のその商品の特徴ですね、例えば男性用だとか女性用だとか、あとは本革だとか、そういった商品についての特徴を入れるスペースっていうのがその分狭くなってしまいます。要するに商品名の文字数を圧迫してしまって、で、ブランド名が冒頭であまりにも長いと、その商品に直接関係しているような商品の特徴に関する単語っていうのが後回しになってしまうので、このような3単語以上のブランド名をつけることっていうのは避けておいた方がいいかなと思います。で、次に、ダメではないんですけど、略称のようなブランド名、AK とか KKS みたいなブランド名っていうのは、結構アメリカの有名な公的な機関とかって WHO だとか世界保健機関とか、全部略称で書きますよね。なので、何らかの公的な機関だとかグループだとか組織だとかの略称と一致してしまうと、やはりこれって何かしらの商標と被っている可能性もありますし、何よりも何を意味しているのか全くわからないと、それはそれでそのブランド感っていうのもあまり出てこなくなってしまうんですね。なので、ただ KKS だとか KSP だとか何でもいいんですが、そういった略称のような大文字大文字大文字っていうのは避けた方がいいかなと。アルファベットアルファベットアルファベットっていうものは避けといた方がいいかなと思います。次に中国語っぽいブランド名、例えばフェイユーだとかチュンハオだとか、こういった中国語のブランド名っていうのは明らかに中国人ですっていうのをアピってるような感じがしてしまうんですが、我々って中国商材を扱うんですが、でも我々が日本人じゃないですか。で、日本人っていうことが強みにもかかわらず、中国人ですせみたいなところをあえてアピールする必要はないのかなっていうふうに思います。中国製品を扱ってんだけれども、日本人が管理しているブランドだから、このブランドは安心ですよと。昔はメイドインジャパンっていう言葉有名でしたよね。トヨタだとか日産だとか、車でもメイドインジャパンはものすごく品質がいいぞっていうことを世界的に知られていると思うんですけれども、現在はメイドインジャパンからソールドバイジャパニーズの世界になっているって私は考えています。イコール、どこで作ったとかではなくって日本人が販売しているから、サポートに関してもアフターフォローに関しても品質管理に関してもちゃんとしてますよねっていう考え方を皆さんに持っていただいているわけなので、わざわざ中国人っぽい、中国っぽい
ブランド名を出すメリットっていうのはないかなと。デメリットの方がむしろ大きいんじゃないかなって思ってますので、中国語っぽいブランド名をあえてご自身の日本人がやられている、販売されているショップ名につける必要はないかなと考えています。ではどういうブランド名がいいかっていうと、繰り返しになりますが、造語なんですけれども、短めの造語。例えばこういうのがいいのかなと思います。マネー。お金っていうワードと、あと私黒沢なんで、黒沢っていう自分の名前をそのまま書くのではなくて、例えばモネクロみたいな形で、マネーと黒沢を合体させたようなもの、もしくは桜という、まあ、日本の象徴的な花ですけれども、プラスハピネス、幸福っていう単語が好きなのであれば、桜とハピネスを自分の中で織り交ぜて合成させて、サピネスにしたりだとか、こういう考え方もありますよね。ただもしこういった造語を作るのがちょっと不得意だと、なかなか思いつかないっていう方におすすめしているのが、 Google 翻訳を使って何かしら意味のある単語っていうのを別の外国語を利用して外国語に変更するっていうやり方です。例えば黒沢っていう言葉っていうのをマラヤーラム語、これ南インドのケーララ州とかで話されている言語なんですが、その言語に無理やり翻訳、 Google 翻訳でさせると、ここの下の発音とすればクレサバっていう風になります。クリーサバっていうのかクレサバっていうのか、まあ、とにかくこのクレサバっていう読み方をそのままローマ字に直してクレサバというブランド名にしたら、自分の中では黒沢と全く同じものだけれども、マラヤーラム語で変換しているので発音はこういった感じになるよということで、自分のオリジナルの造語を自分の名前だとか好きな言葉だとか、場合によっては奥様、旦那様の名前とかから生成するということもできるので、こういった Google 翻訳を使ってみて、変な言語というかマイナーな言語でもいいですから、翻訳してみるとご自身のオリジナルのブランド名っていうのも決めやすいかなと思いましたので、これも一つのやり方として提案させていただきました。次に、ご自身のブランド名が一応これでいいかなと決まったと、じゃあそのブランド名っていうのがすでに商標登録されていないかどうかを、ご自身が販売する国、アメリカ、アマゾンだったらアメリカの特許庁の商標登録データベースで見る必要がありますから、そのやり方についてお伝えします。先に基礎的な知識なんですが、 USPTO というところが商標を取り扱っている組織で、そこのトレードマークエレクトロニックサーチシステム、通称テスと呼ばれているこちらのシステムで商標登録を調べることができます。で、具体的に商標登録を調べた際に、例えば同じ商標があったからいけないっていうわけでもないんですね。正確な言い方すれば、自分が出そうとしている商材と同じカテゴリーのブランドで、かつ同じブランド名だったら、その商標っていうのは取ることができないってだけで、例えば私はこれから服を出そうと思っているんだけれども、例えば保育園のサービスだとか、そういったサービスで自分のブランド名と同じブランド名が商標登録されている場合は、まあ無関係っちゃ無関係なんですが、でも一つ考えなければいけない点って、とにかく全く別のサービスではあるんだけれども、同じブランド名って思いつかれちゃってるよねっていうところも多少気にする必要はあるかなと思います。とにかく後で細かくやり方っていうのは説明しますが、基礎的な知識です。まず1番、商標登録を調べて、で、その商標登録で、例えば同じブランド名の商標があった時に、一番に着目すべきはグッズ&サービスです。要するに商標登録っていうのは、どのカテゴリーでそのブランド名でどういう商標を取りますかっていうのが全部セットになって一つなので、ご自身が出そうとしているカテゴリーと全然違うカテゴリーで同じブランド名で商標登録されているかどうかっていうのは着目すべきポイントなんですね。要するに、どのカテゴリー、ジャンルの商品を商標登録しているかっていうことをチェックする意味で、グッズ&サービスの項目を見るっていうことです。次に2番、マークドローイングコード。いろんな商標の種類があるんですね。具体的にはこの1番から6番の種類があるんですけど、その中でこの3、4、5の場合っていうのはちょっと気をつける必要があります。まず3番のデザインプラスワーズ、レターズ、エンドオアナンバーズっていうのは、何かしらの図形だったりだとかイラストプラスブランドの名前っていうのがセットになっている商標を指します。次に4番のスタンダードキャラクターマークというのは、皆さんが商標を取るときはこの4番が一番いいんですが、文字、
言葉自体を商標登録取っているということです。つまり、フォントだとか文字のデザイン関係なく黒沢であれば、どんな字体で書かれていようが黒沢っていうロゴがついていれば、これはあなたの商品ですねっていうふうに権利が認められる。その商材が保証される。守られるという話になりますので、先ほどちょっと言及した通り、Amazon の商品タイトルって一番最初にブランド名を入れるっていうルールがありますよね。ということは、その商品ページの中で自分のブランド名が入っているだけで、その商品ページすら守れる可能性が高まるから、皆さんは文字商標と呼ばれるこの4番のスタンダードキャラクターマークを商標登録する際は申請することっていうのを基本的にはお勧めしています。で、5番なんですけれども、 Words, Letters, and or Numbers in Stylized Form、 スタイルっていう言葉が入っている通り、特定のデザインのブランド名を保護するっていうのがこの5番の種類になります。特定のデザインっていうことは、例えばゴシック体で書いたら、そのゴシック体のブランド名は保護するんだけれども、メイリオだとか明朝体だとか別のフォント、別のデザインのフォントでブランド名を刻印したところで、印刷したところで、その商品は守れませんよというかなり限定的なやり方なんですね。とにかくこの345のどこにご自身が検索したブランドの種類、商標の種類が取られているかっていうのに着目するのがものすごく大切なポイントになってきます。最後に3番、オーナー、権利者がどこの人なのかっていうのに着目する必要があります。基本的には中国人か米国人か、それとも他の国の人なのかっていうのを着目するんですが、中国人の権利者がそのブランドの商標登録をすでに行っている場合、ご自身が買い付けるアリババ商材にそのブランド名のロゴがついてるかどうかっていうのは大きなポイントになるかなと思います。またアメリカ人のブランドオーナーがいる場合、そのブランドっていうのはもうすでにアメリカで確立されているブランドである可能性が高いので、中国のアリババ上にその商品と同じブランド名の商材があったとしても、その商品はたまたま製造過程で横流しされたりだとか、不良品として弾かれたものがアリババに並んでいるだけで、本来はアメリカの権利者が責任を持って作っているはずのブランド商品の可能性っていうのもあるわけなんですね。まあ細かいこと話すと分かりづらくなってしまうと思うんですが、とにかく中国人もしくは米国人がオーナーだった場合、気をつけなければいけない、より慎重になる必要があるという点だけ腹に落としておいてください。では実際に USPTO の TSS というシステムを使って商標登録をチェックするやり方をお伝えします。 USPTO トップページのトレードマークというところをクリックしてください。そうするとこちらに How to use trademark electronic search system test というところがありますので、こちらをクリックしていただきます。で、こちらにトレードマークエレクトロニックサーチシステムテストというところがありますので、クリックしていただきます。 Basic Wordmark Search New User というところをクリックしていただき、まずはですね、こちらライブ、現在もその効果っていうのが続いている、権利っていうのが主張されているっていう、このライブ、デッドは関係ないですから、ライブをクリックします。で、その後にご自身が調べたいブランド名を入れるわけですね。今回の場合、先ほど申し上げたグレースグリーンというブランド名を入力しました。入力後、サブミットというところをクリックしていただくと、一致しているものがあれば、完全一致でも部分一致でもこちらに出てきます。グレースグリーンというのがあったので、クリックすると、先ほどパワポでお見せしたページが出てくるという流れになります。では次に、商標登録っていうのは全く同じブランド名じゃなくても NG になる可能性がありますよという話をさせていただきます。一番皆さんの記憶に新しいことっていうのが、商標に関する事件っていうのが、フランク・ミュラーとフランク・ミューラの事件だと思うんですね。平成28年ですから2016年4月12日に判決の言い渡し日があったこちらの事件で、フランク・ミューラとフランク・ミューラーということで、両方ともかなり酷似した時計を作っていたという面で、かなりレアなケースだとは思うんですが、とにもかくにも商標とすればフランク・ミューラとフランク・ミューラは同じじゃないかっていう話になりました。実はこの裁判に関しては、原告フランク・ミューラ製造販売会社の商標登録本件商標、こちらですね、について、被告フランク・ミューラーがその商標登録は無効であると主張したにもかかわらず、最終的にはいや、これ使って大丈夫ですよと、フランク・ミューラこのまま使い続けても大丈夫ですよってことにはなったんですが、こうやって事件沙汰、裁判沙汰になるぐらい全く同じでなかったとしても類似している商標を使うっていうのは
後々問題が出てくる可能性があって、そもそも皆さんが商標登録をする段階になって、誤解を招くので商標登録これはできませんよっていう決定が下る可能性が特許庁側でもあります。で、これに関連したことなんですが、例えば私東京に住んでいるので、東京の新宿の繁華街だとか、あとは観光地のお土産物屋さんでよくこんな T シャツ見ませんか？まあ、完全にピューマのパクリなんですけども、ツーナだとか、ピューマのパクリで、プードルだとか、あとはレッドブルのパクリでデッドブルだとか、グリコのパクリでクミコ、ニトリのパクリで俺たち以上ゆとりとか、こういったものって一見見てる方は楽しいし、パロディだからまあシャレの範疇で大丈夫なんだっていう風に、まあ購入する方もいると思うんですね。まあ個人的に購入する分には別に何ら問題はないと思うんですが、変なパロディのブランド名とかにはしない。変なパロディのロゴのデザインとかはしないっていう方が無難なので、それは避けていただければ幸いです。では3番です。初回の新規出品を行った際に出てくるエラーコード5665は何かについて話をさせていただきます。まず基礎知識なんですが、エラーコード5665っていうのは初回出品登録時にブランド名を入力すると表示されるエラーで、バリエーション出品時にはバリエーションタブに表示されます。要するに本当にあなたの商品に高級的に印刷されているブランド名なのか、実際使用しているリアルなブランド名なんですかっていうことをAmazonに確認されているっていうふうに考えてください。で、エラーコード5665の解除については、別動画で近日またアップさせていただきますが、基本的にはテクニカルサポートに連絡し、解除を行うという形になります。で、審査が通れば、その申請を出した商品だけではなくて、他のカテゴリーも含めて全て自由に、そのブランド名っていうのがそれ以降は使えるようになります。これ実際にエラーコード5665の画面なんですけれども、いろいろと書いてあるんですけど、大切なポイントはブランドを使用して商品を出品する前に Amazon が出品者様のブランド名を承認する必要がありますと。これがエラーコード5665だと覚えておいてください。ではここまでのまとめも兼ねてエラーコード5665についてもう少し話させていただきます。ブランド名を決定する取り急ぎの目的っていうのは実は商標登録よりも目先のエラーコード5665の解除にあります。エラーコード5665が解除できる、つまり審査に通ることができればご自身のブランド名で新規出品登録できるようになります。ちなみにもし解除できなかったら新規出品できないのかというとそういうわけではなくって、ノーブランド、具体的にはブランド名のところにジェネリックと入力することで出品登録自体は行うことができますが、できればノーブランドよりもご自身のブランド名で出した方が後々を考えると便利ですよね。だからエラーコード5665の解除を行うためにブランド名を決定しましょうという話を今回させていただいています。ちなみに審査に通らなかった場合、審査 NG だった場合っていうのはこのようなメッセージが Amazon から送られてきます。簡単に抜粋して読まさせていただくと、本件につきまして担当部署への確認をいたしましたが、以下ポリシーに準じていることが明確に判断できず、ブランド名何々何々、ここ皆さんのブランド名が入りますの使用は不可との回答がございました。で、ブランド名についてはジェネリックを使用して登録を行ってください。ご要望にお答えできず申し訳ございませんがよろしくお願いいたしますと。このメッセージが来たら要するに審査に落ちたということなので、生徒さんの場合は別のやり方でエラーコード5665の解除に改めて臨んでいくという流れになります。まとめに入る前に少し余談を話させていただきます。実は我々が一般的に使っている一般的な単語だと思っているものも商標登録取られているっていうパターンがあります。詳しくはパクリダメ絶対事前に知っておきたい商標21選というこちらの URL を、まあ、今回話すすべての URL、関連 URL ってこの動画の下に貼ってますので URL クリックしてチェックしていただければと思うんですが、例えばよく使ってるコスプレっていうキーワード、日本だと D4 エンタープライズというところ、前株で D4 エンタープライズというところが商標登録取っています。またスマホって我々いつも言ってますけど、実はスマホも日本健康科学研究センターが有限会社ですけれども商標取っているわけですね。ちなみに繰り返しになりますが、すべてのカテゴリーにおいて商標取ってるのではなくて、特定のカテゴリーだとかサービスにおいてこのスマホとかコスプレっていう言葉を使うのを
禁じているその人に権利があるっていう形ですから、どこでも何でも使っちゃいけないっていうわけじゃないですよ。そこは今回省略して書きましたけど、逆を言えばですよ、こんなコスプレとかスマホとかデジカメだとか、みんなが一般の単語として使っているものでも商標取られているのであれば、みんなが本当に一般的に使っている単語を自分が商標を取っちゃえば、だったら自分で商標取っちゃえば大金持ちになるんじゃないかと。他の人っていうのが、自分の商標を取った一般的な単語を使うたびに訴えたりして、それで損害賠償を請求して大金持ちになれるのかって思う方いると思うんですけど、それはなかなかうまくいかないんですよね。当然なんですけど、そんな甘くないんですよ。で、具体的な例として、くる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 手に回すハンドスピナーっていうのがめちゃめちゃ大流行しましたよね。で、このハンドスピナーっていうのは英語だとフィジェットスピナーっていう言い方をするんですが、実はある中国の企業が、このフィジェットスピナーというハンドスピナーですね、日本語で言うと、この言葉のロゴ商標っていうのを EU に出願したことがあったんです。で、もちろんこれっていうのは拒絶されました。要するに、製品の一般的な名前っていうのは、つまり一般名称っていうのは、特定の会社の製品の識別としては不適切。要するに商標登録として、一つの会社がその一般的な単語を牛耳ってしまうのは、それはいくらなんでもおかしいでしょっていう考え方は、商標登録業界にもしっかりとありますので、既存の単語ですよね。例えばジャケットだとか、そういう単語を商標登録取ろうと思っても無理なんで、そういった悪どい考えは、まあ、間違ってもそう考える人はいないとは思うんですが、まあ、実際そういったことを少しでも微塵も考えることはやめておいた方がいいという話です。はい。というわけで、今回はブランド名の提案、ブランド名を付ける際の提案について話をさせていただきました。随分長くなってしまったんですけれども、最後までご清聴くださりありがとうございます。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録の応援いただければ幸いです。では、失礼いたします。